池田恵美のリファーラルフォーライフ時刻は十時半を回りました皆さんこんにちは池田恵美のリファーラルフォーライフのお時間となりました <laughs> 今週もお聞きいただきましてありがとうございますこの番組は面白いを形にの AI プランニングと壮大なビジネスと雄大な人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けいたします パーソナリティは一生もののリファーラルを提供することで働く時間を半分に収益を倍にするお手伝いをしておりますビジネスコーチリファーラルマーケティングコンサルの池田あゆみですこの番組はリファーラル紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報やとっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です双方向でお伝えしていきたいと思っております 番組では皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問、どんどん募集しております。メールアドレスは7 9 7 f m g u i n o o c o m 7 9 7 f m g u i n o o c o m までお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。ツイキャスやリスンラジオで配信しております。ぜひ、f m g u i n o を検索してアプリケーションをご覧いただきながらお聞きくださいね。ツイキャスのコメントお待ちしてます。 はい、ということで、えー、12月もね、スタートしてあっという間にもう、1週間過ぎちゃいましたけれども、皆さんお、いかがお過ごしでしょうかもう、だいぶね、秋めいてきたかなとっていうふうに思います。 今日私は、えー、地元の、えー、埼玉県草加市からお届けしてるんですけれども、えー、草加はですねもうちょっとね日差しも少し弱夏よりも弱まってきて風が心地よくてそして私が大好きな金木犀の香りがふわーってね、えー、香るような季節になってきました皆さん金木犀の香りってわかります なんもね、ちょっと口ではあ、表しにくいんですけど、実はね、私、この金木犀の香りが大好きで、えー、もうね、25年来使っている香水があるんですね、えー。金木犀とフリージアの香りなんですけど、まあ、あのーまあ、ね、皆さんだから、ね、ぶっちゃけ言っちゃうと、当時の彼がですね、プレゼントしてくれた香水だったんですよ。<laughs> それがね、でもすごくいい匂いで、まあその方とはね、さよならしてもずっとその香りを使っているんですが、なんかね、あの、もうこの香りは私みたいな感じで、 えー、皆さん認識していただくのでフリージアーのフリージアじゃなくてえー、金木犀の香りがしてくるとああ歩みを思い出したとか言って連絡くれる方がいるぐらい、えー、この金木犀の香りっていうのは私大好きなんですよねでその大好きだった香水がですね、まあ、日本で、まあ、バ,ーニーバーニーズニューヨークっていうところの取り扱ってるものだったんですけどバーニーズニューヨークが何年前だろうコロナになった頃かな始まった頃に日本から撤退してしまって、えー その香水を買うことがでできなかったんですよねまだストックがあったからよかったんですけどちょっとそれがいよいよなくなってきたので、えー、今月の終わりに実は私のいとこが結婚をする,のするんですけどニューヨーク生まれの。 いいとこなんですけどね親戚がみんなニューヨークから日本に来るのでちょっとねその香水を買ってきてってお願いしたんですニューヨークの本店でだったら売ってるから買ってきてってお願いしたらなんと本店まで倒産してしまってもうその香水がないというこの世には存在しないんだって言われてものすごくショックを受けてしまっておりますなのでちょっともうその香水がねなかなかつけれないんですけど是非キモクセイの香り化してきたら私をみん 皆さん思いい。出してください <laughs> でもとってもいい香りですからね、えー、皆さんなんかこう季節のお花の香りとか楽しめるのも日本の特徴だと思いますので、えー、皆さんの好きなお花の匂い是非何かねメッセージとかでお知らせいただければと思います、はい、では、えー、今日もねすてなゲストの方をお招きしてますので早速ご紹介いたしましょう今日は株式会社丹生 代表取締役にわ徳蔵さんをお迎えしております。にわさんこんにちは。こんにちは。ちは今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご出演ありがとうございます。ます今日にわさんはどちらからご参加いただいてますか。はい、私は今日はですね兵庫県あの三田市のですねあの事務所から参加しております。はい、兵庫県の三田市というところですね。 はい、えー、私とね、庭羽さんってめったに言うお呼びすることないんですよね、いつもね、徳ちゃんとか徳蔵さんっていうお名前、徳ちゃん、徳ちゃんって、もう大人気のね、徳蔵さんなんですけども、徳 <laughs> 蔵さんと私の出会いは3年ぐらい前ですかね。そうですね、はい。うん、私のの講座をたたの初めたが あの東京にお越しいただいたのがきっかけですけどね。そうですね、はい。お互いにあの知ってはいたんですけどなかなかあのお会いする機会がなかったんで。やっと会えたっていう感じだったの今でも覚えてます。はい、ありがとうございます。でその講座もね、えー、東京でちょうど夏だったんですけど終わって、えー、帰る日にものすごい台風でしたっけ。 はい、そうです。台風で、すね。はい、台風軒並み新幹線とか飛行機がどんどん欠航になっちゃって、うん、はい。でもなんか、打ち上げで盛り上がって、もう大丈夫、はい、大丈夫って言ってたら、本当に全部止まっちゃって、帰れなくなっちゃったんですよね。はい、だからもうその日は、そのままホテル、急遽取ってで、東京に一泊して。 次の日の朝帰りました <laughs> ねそんなこともありましたねまあそんなね、えーうん、徳ちゃんともいろんな思い出があるんですけども、えー、いろんなねこう丹正さん,んも長くう経営者らゃでいらっしゃる長寿企業でいらっしゃるんですけど今年何年目でしたっけあと創業133年目の企業でございますはい ね、133年って、もうなかなかやっぱりね、500年超える企業っていうのは、本当にいろんなご苦労があると思うんですけれども、もともとはど,どういうお仕事をされてたんでしたかタンショーさんはいありがとうございます、あの元々はですね食品の卸売業とか、ですね食品の小売業をえ代々営んでいたあの会社をっと経営しておりました。うんはい なるほど。まあ、そこからいろんなお仕事も取り入れられていらっしゃるということなんですけれども、今はメインでどんなお仕事をしていらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。今はですね、えっ、ー、と運送業のいわゆる今日の健康経営の導入支援をさせていただいております。それを今メインで動かしておっております。はい、ええー、運送業の健康経営の導入支援ということですね。これ具体的にどういうことでしょう？ はいいありがとうございますあの運送業は、ですね今、本当にこの例えば先週とかも、この奈良の方であの観光バスがですね、えー、なんか車に突っ込んだっていう事故があったりとか、またこの8月に名古屋の高速バスがですねまた横転した事故があったんですけども、そういった運転中の中で気を失ってしまって、えー、事故ある、いわゆるその健康責任事故っていうのが、えー、とても増えているんですね。 まあそういったところから、健康と事故っていうのが、密接な関係になってきているっていうのが、この5年間で、そういった事故がなんとこの2倍以上に増えているっていうようなことがありまして、なので、そういった運送業に対して、健康経営を通じて、そういった事故を減らしていきたいというふうな、そんな活動を今、させていただいております。なるほど、まあ そのね、バスの事故ですとか、まあ、その運転中にこう気を失っちゃうとか、心筋梗塞だったりっていうのは、もう残念ながら、たびたび目にするようなニュースですけど、もう人類の被害が起こったりしますよねそうですね、やはり,そのやっぱり普通の一般的なです、ね、例えば工場内で、例えばそういった倒れるっていうケースとは全く違って、やっぱりこの運転中っていうことで,です、ね、やっぱりそれが。

呃、活躍してる車両っていうのはあるかもしれないんですけれども、そういった健康管理、ドライバーの健康管理なんていうのも、その雇用側、運営側の会社に責任がかかってくるということもありますからね。 そうです、ね、やっぱりもう一般的にはですねもう健康診断というのは運送会社さんでしたら、まあ、国からの義務で、えー、ほとんど実施をしておられると思うんですけれども、うん、なかなか今回のようなああいった健康筋事故というものは健康診断だけではなく判見できないものがありまして、うん、実際、そういった名古屋のバスで亡くなられた運転手の方も過去2年間の健康診断では全く問題がなかったというようなところが出てたんですが。 ああったやっぱりこの実際には、えー、運転中に気を失ったりとかっていうふうなことにやっぱりなってしまっているので私たちはやっぱりその健康診断だけではやっぱりその足りない部分があるんじゃないかなと思いまして日々の中での、まあ、医療機器を使ったドライバーさんの,その健康管理っていうのを会社の中の仕組みで取り入れていただくための、まあ、そんなお手伝いをあのさせていただいております。なるほどもうその健康診断だけでは見つ 変からないものっていうのも、まあ、実際にあるわけで、まあ、それがね、分、うん、かんないと会社側も管理しにくいですもんね。そうですね、やっぱりなかなかですね、そこまで会社としてはまあ健康診断は実施はしているというようなところまではやっておられると思うんですけども、うん、でもやっぱりそれ以降ってのはもう個人の部分にはなってくるんですけども、でもやっぱり個人としても、なかなかそれだけですね健康の意識が高い方、 がなかなか少なかったり、でまた、やはりそのドライバーさんの高齢化っていう問題も、一つそこに拍車をかけて、やっぱりその事故が増えていくっていうような形になっていますので、やはりこれからは、まあ、よりその会社がです、ね、従業員さんに対して、やっぱりちょっと一歩踏み込んだ形で、その従業員さんの健康に対して、会社がですねやっぱりそういったところまで踏み込んでいただくっていうようなところが、とても大事じゃないかなって思っています。なるほど本当にそそううですね、まあ、それをこう 回避するためにまた従業員の健康ご本人の健康ももちろんですしその従業員の方のご家族のことも守る責任があったりしますしねまた同乗していただいているお客様またね公共の道を通るわけですからそこの通っている地域にも影響を与えるようなことになってしまうからこそそのドライバーの方たちの健康管理というのは非常に重要な要素になってきているんですよね。 そうですね。まあ、そういったところから、私たちはもう,もう具体的にはですね。まあ、あの医療機器を使いまして、うん、ドライバーさんがですね。各自ですね。自らの健康管理をその医療機器を使ってチェックをしていくと、はい、で、そこの中でやっぱり日々の中でえけ、ー、ん。自分の健康状態っていうのも向き合う機会がまずできますし、はい、で、それが毎日。 やっぱりやっていますと、ちょっとした変化がですねずっと現れてきますし、うん、そしてそれを当然ながら会社もですね把握できるシステムになっていますので、はい、その従業員さんがはか、えー、っているものを会社としても把握して、はい、で悪くなった方もその見逃さないというような形になっていくような、そんなイメージですね。でその実際にじゃあちょっと 数字の状態が良くない方に関しては、まあ、きちんとしたところで検査もしていただくというところまでのプロセスまでご紹介をしているような流れとななっておりますなるほど、まあ、それだけその健康ということが今、重きを置いているし、まあ、もちろん働いている人の健康もそうだし、えー、いい状態の体もそうだし会社の経営に関してもいい状態で回していくということが、ね、今、健康経営というのは非常に関心を持たれている分野ですよね。 だからこそね、丹羽、はいえー、さんご自身もものすごく体には気を使っていらっしゃって、あのもうね、ご存知の方、<laughs> たくさん、フェイスブックとかね、拝見してると、皆さんね、おやってるやってると思うんですけど、すごいですよね、体、めちゃめちゃ鍛えてて。もう,もう全然、まだまだなんですけども、<laughs> 多少。<laughs> もうね、とくちゃんっていうともうジムでこう鍛えてる写真がいつもフェイスブックとかに上がってあ今日も頑張ってると思って <laughs> すんごいね、こうな皆さん、ね、ぜひ丹羽徳三さんのフェイスブックご覧いただきたいんですけどめちゃめちゃかっこいい、締まってるね、筋肉ムキムキのすごい体してらっしゃいますよね。い、やっぱり 本当に健康というものをお伝えしている立場ですから、やっぱり自らを実践していないと、やっぱりそこはやっぱ説得力ないかなと思っていますので、やっぱり健康はす <laughs>、はい、すごく気をつけていますそうです、ねはい、そんなに羽さんなんですけれども、じゃあ、なんでそのお仕事を今してらっしゃるんでしょうか。 はい、そうですね。私がやっぱりその運送業っていうものに対して断っているのは、やはり私自身、先ほども申し上げたんですが、もともと代々食品の卸売業をやっぱりやってきていたっていうところで、このやっぱ運送業界っていうところにも非常にお世話になっているっていうようなところに対しまして、何か私の会社でそれを恩返しできることはないのかなというようなところですとか、あとこの特にこの運送業っていうものが、 今本当になかなか厳しい状況にあるのかなというところが感じていまして、うん、や例えばガソリンの高騰というのはまだまだ続いておりますし、はい、人手不足がずっと起こっ,起こっていたこの業界だったんですけれども、まあ、そういったところにまた拍車をかけるように、この2014年問題というものがですね、うん、まあ起こってきて、ますますこの人手不足というものが予想されるような。 まあそんな業界になってきてるんですが、やはりこの運送業界っていうのは、本当にこの生活のインフラですから、やっぱりなくてはならない業界が、それだけやっぱり疲弊しているっていうことが、私、すごくやっぱりその危惧しているところになってますので、何か私たちの方で、私はやっぱりその健康っていう分野で、何かお力添えできないかなという思いで、その運送業界、の業界盛り上げていきたいなという思いで、今、そういったお仕事、させていただいております。なるほど まああのね、徳造さんのところもその食品の卸からもともとされていらっしゃって運送っていうのがなくてはならない手段だったっていうところもあるんですよねそこはまあ私自身も家業の草、ね、加せんべい屋っていうこともありますので、えー、その食品を できた商品を他のところに納めさせたりさせていただくにも運送っていうのはもうなくてもならないものだったんですがやっぱりそことのそ,こそういう業界も元気でないと自分の業界もうまくいかないっていうのはありますよね。おおっっっししゃゃるる通通りりりでですねやっぱそその業界でおっしゃる通りもうそれが 全部つながってますので自分ところの業界だけが良ければいいっていうことではないですしやっぱりお互いが耳の関係なければならないっていうようなところは、はいね、とてもそうだなと思います。だ、ね、だからこそお、まあ、今そま今のの人人をを運運ぶぶものだけではなくて人を運ぶ、えー そこにはこういろんな思いがあったりして幸せを運ぶっていうような手段になると思うんですけれどもそこで働く方たちが働きやすい環境だったり安心できる環境で同乗していただけるようなお客様の、ね、環境ということも含めてそこを整えるための支援をされているということなんですね。 えー、そんな徳造さんなんですけれども、徳造さん、ずっと言ってますけどね、<laughs> はい、はい、そんな丹羽、えー、さんなんですけれども、じゃあ、どんな方をご紹介してほしいですかはいありがとうございます、そうですね、私はやはり、えー、その従業員さんのことを、ドライバーさんのことを思っている、まあ、その運送会社さんの経営者さんですね。 やはりこの従業員さんをしっかり守ってそしてそこから社会に貢献していきたいんだというふうなあのやっぱり従業員さんのことを大切に思う運送業者さんの経営者の方とぜひつながりたいと考えています、はい、なるほど運送業者さんにもいろいろあると思うんですけど例えばトラックだとかあとバスとかいろいろあると思うんですけど特にどういったところっていうのはありますか ありがとうございますそうですね、中には、やっぱり中でもその長距離ドライバーっていうんですかね、そういったですね運送のお仕事の中で、うん、従業員さんを20人、30人ですね抱えていらっしゃる、そういった、えー、運送会社さんが、はい、つながらせていただきたいと思っております。なるほど まあ全国をね本当にトラックが行、えー、き来していて長距離のドライバーさんというのも本当にたくさんいらっしゃいますもんねもう高速走っててまたサービスエリアなんか行くとそこでちょっと仮眠をとっている方なんかも見かけますけれども、えー、ちょっと仮、ね、眠取とったぐらいでは取れない疲れっいうのもきっとありますよね。ねはい それがま毎日のこととなるとやっぱり食生活も乱れてきたりとか睡眠時間もやっぱり不規則になったりとかそういったこともなんか守れるような働き方だったりとか健康っていうところと、まあ、全部がなんかつながってないときっとうまくいかないんでしょうね。 ね、ドライバーの方の健康を守ることによって、そこで届けるものの価値をね、その先の方たちに喜んでもらうことを喜びとするような経営者の方々に、ぜひそういった健康経営っていうこのサポートシステムですよね。これを導入していただけるような、 企業の方ご関心をお持ちの経営者の方いらっしゃいましたら、ぜひ株式会社丹生さんの方にお問い合わせいただけたらと思います。えー、また、お問い合わせは、ね、この FM 機能案、もしくはアセンティブジャパンのホームページの方からもお伺いしております。うん、まあそんなあの健康経営、健康経営っていうのは本当にね最近よく聞くワードになってきましたよね。はいうん まああのもちろんその運送業界だけじゃなくていろんな業界でこの健康経営っていうことが言われておりますので、えー、健康経営そのものにご関心をお持ちの方もぜひ、えー、株式会社丹精の丹羽徳造さんの方までお問い合わせいただけたらと思います。ありがとうございます。はいありがとうございます。えー、今日はですねもう私の大好きな本当にこう <laughs> いつもねエネルギッシュでで、ね、あのこの後この FM 木着物さんの YouTube ご覧いただける方はあのぜひご覧になっていただきたいですし、アセンチブジブ・ジャパンの YouTube チャンネルでもご覧いただきたいんですけど、もうね、この笑顔が本当に素敵なんですよ、特蔵 <laughs> さん。<laughs> い ね、もうこ,のこの笑顔に、ね、もう皆さんがこうほっこりして幸せになる、ね、そんな皆さんにハッピーを振りまいてくださる株式アシアータンシ賞の代表取締役丹羽徳三さん本日ご出演いただきましたありがとうございましたありがとうございました、はいまはでは、えー、最後私の方から番組のお知らせでございます。えー 実はですね10月7日から10日今日まで、えー、アセンティブのリファーラルマーケティングの本講座那覇、えー、で開催しております、えー、今日今回もですね、えー、全国から受講生の方々が集まっております、えー、会場に私も行っておりますので、えー、もしですね歩みどんな人とか歩みちょっと会ってみたいよっていう人は、えー ピーツス,スクエア、裏添えの方までお越しいただきたいと思います。私もね、会場でお待ちしております。また、リファーラルマーケティング、紹介ってどうやって生み出すのどうやったら紹介っていっぱいもらえるようになるのそんなことをオ、オンラインで皆さんで学んでいただける機会もご用意しております。10月22日、土曜日ですね、10時から12時半まで。10月22日、土曜日10時から12時半まで。 ねえー、リファーラルサクセスオンラインセミナー開催しております。こちらはアセンティブジャパンホームページの方からお申し込みいただけます。これもね、毎回あの全国からもご参加いただいております。オンラインなので結構ね、皆さん気軽にご,あのご参加いただいて、えー、この間は北海道の方と東北の方と関西の方と、えー、あとは 沖縄の方と、なんか本当にね日本中からお越しいただいたなっていう会がありまして、えー、言葉もまちまちだったりとかしてねいろんな方言があったり、えー、いろんな言葉が飛びかけててすごく盛り上がった回だったんですけども、えー、そういう皆さんにですねこう それぞれのビジネスでどんな人に皆さんのその価値を届けるのかこれを明確にした上で、えー、皆さんの価値を届ける先これをちゃんと皆さんにつないでいただけるようなメソッドを、えー、2時間半でお伝えしております。ぜひご興味ある方はアセンチブジャパンホームページの方からお申し込みください。はい、そしてもう一つですね先週に引き続き続 実はこのリファーラルフォーライブがですね、えー、この開催からなんと1周年を迎えさせていただきました。早いですね。もうね、50回以上放送させていただいております。先週はそのきっかけに、えー、を作ってくださいました。もう沖縄では有名な新里哲也さんにゲストとしてお招き、お招きさせていただいてご出演いただきました。 ね、新里さんのやっぱこう沖縄のなんかこうね、えー、雰囲気あるお話の仕方っていうのがすごくいいなと思って今回もねお伺いしてたんですけども先週も先週に引き続き、えー、1周年記念のプレゼントを皆さんにさせていただきたいと思います。私の家業であります の、えー、そこせんべいの詰め合わせ、えー、抽選で1名の方に今週もプレゼントさせていただきます。ご希望の方は、FM ギノワンのホームページの方からお申し込みください。メールアドレスは、797-FM ギノワン .com。技能ワン com ですこちらに、リファーラルフォーライフ聞きました。 えー、そして、まあ、番組のご感想、私へのご要望など、お一言お書きいただいて、おせんべ欲しいですということもね、ぜひ書いておいていただくと、えー、抽選で当たるかもしれません。えー、ぜひね、こちらも多くの方に、えー、ご応募いただきたいと思っております、えー。ここからもですね、また1年頑張っていきますので、引き続きどうぞ皆さんよろしくお願いします。えー、今週もお聴きいただきましてありがとうございました。 今日は月曜日、1週間の始まりです。素敵な1週間と素晴らしい1日を過ごしてください、えー。お仕事中の方、運転中の方、ぜひですね、気をつけて1日まで行てくださいね。ではまた来週お目にかかりましょう。あお相手は池田ゆみでした。今週もいってらっしゃい。